如来二衆エコ門解説本書は「王相エコー」「幻想エコー」について釈されたものである。はじめに浄土論の「エコーの門」を釈して本願力のエコーに王相と幻想の二種があることを示しその王相エコーに真実の行「真」 章のあるることが説かれる続いて第十七十八十一願文が引用されて行心、章のそれぞれがこれらのがんに基づいていることが示された後真実真行によって生成寿に従する真人生因の意義が明かされる。 続いて如来への第十一願文が引用され東照学死尿弥勒について釈される次に浄土論の出第五門の門によって幻想エコーを表し第二十二願文を引用して幻想がこの願に基づいていることを明かされる。 最後に「自利利他もに法蔵菩薩の誓願」に基づき「行者の計らいではない」と結ばれている。浄土真宗の立教改修の書である「教行真相」は「王相幻想」の「二恵公」の中王相の司法である「教行真相」と「神仏」を構設されているが 本書はそのうちの「二江公」を中心にして阿弥陀仏の救済の構造を略説されたものである。なお本書と浄土産業往生門類略本とが統合整理されて浄土産業往生門類公本が成立したとも推察されている。